おはようございます。遅れました。大丈夫です。今来たばっかり。めっちゃ混んでた。カニさんも久しぶりです。久しぶり。今日はよろしくお願いします。お願いします。あ、おはようございます。こんにちは。僕は上に昨日から貼っちゃった。もうみんな適当に適当に貼り貼りましょうって。最悪寂しかったの俺、車で降りてきて社長。今日一人大阪から来る方は車中泊で聞いてましたね。大阪？大阪から一人友達が来るんですよ。おお。あ、ちゅうことは何？10人ぐらいおる。10人ぐらいおるってことか。あれなんか真ん中たるんだ。そうなんや。たるんだ。しっかり立たせてください。マジで？以上が3人ぐらいいるかもしれない。今回ここで巻きを30キロですね。30キロ。はい。巻き祭りなんで。まあ見て。少なければ増やしてもいいしね。そうですね、うん。10キロなんぼでしたっけ。キロ100円です。1キロが10キロが1100円。おお。ファイヤーって言いながらやらなきゃ。俺の歌を聴けて、うん、そのファイヤーボンバーね。電気バッター乾かすのに時間かかるから今がこれ大変そうですけどね。まだ22です。あとこれで26、まだ26です。めっちゃありますよこれ。26です。もう1本、もう1本で、あ、30.35。 めっちゃある。めっちゃ、思ったより傘が。これは焚き火祭りじゃん、ほんまに。これはい、一応プレゼント用。あ、ありがとうございます。あまり用ないけど頑張ってください。ありがとうございます。君らこれに、あ、袋、袋、レジ袋無料じゃったんですよ。あ、ありがとうございます。レジ袋って米袋これ4つぐらい。ちなみにこれって木は何の木でしたこれ今の、はい、今のは奈良。奈良。あ、1本ほど、1本くらいの桜があったと思う。ああ、これ桜。奈良だったら燃えるのも結構長いんじゃないですかね。え、やばい、暖房？あ、出した。あれ？いいよ。マジですか？うん。ゴチになります。ありがとうございます。いや、佐田さんまだ前、まだ借りがある。あとリンゴもあります。リンゴ。リンゴが150円で、匂いはブチエロ。ああ、あれか、焚き火台で炊いたら。マジですか？すげえ。甘い感じする。あ、おそらく初めてだろうと思うよ。リンゴって、あ、こんな液かっていう。へえ。1個買ってみる。ちょっともう買ってみよう。でも何本か買ってみちゃったね。10キロ？うん、10キロ。10キロ？10キロ？10キロまでいくの？だいたい10キロぐらいの工程。じゃあ10キロか。1150円だから1650円になりますね。はい。これは忘れないように。遅くなりました。あ、皆さんお久しぶりです。遅くなりました。すみません。あ、皆さんお久しぶりです。あ、こんにちは。よろしくお願いします。とりあえず40キロ買ってきた。50で一杯飲んできた。あ、ごめん、ほら、ほら。あ、どうも、はじめまして。俺これを見、これが箱ね。あの、負けてって状況見ながら負けて、ありがとうございます。あれすげえなって。もう全部手曲げですね。手曲げでよく、あ、8ミリだろうとかって。しこたま硬いね。硬いよね、さすが。すげえ、全部手曲げ。フルセットは無理だけどな。ちょこっとずつされてもらえば。今日これ彼女さんに見てもらうと、これ連結してるんですよ、実は。え、おーおーおお。ああ、前言ってたテーブルというか、真ん中で連結してて、で、本当の製品はここで切れてるんですよ。で、普通のこの手をこいつとこいつさせば、これと同じサイズになるようにして、これ買ってる人が、なんだろう、これゴミってならないように。だからここだけ追加すれば拡張できるっていうふうに。で、これはこの今の状態と対面同士、簡単な構図なんですよ。なるほど、なるほど。パイプ入っていないけど、テーブルになる。あ、テーブルになると、うん、こうつけてあげれば。あ、いいっすね。これでテーブルになるんですよ。すげえ。よう考えますね。印刷を。そこって抜ける。
ええじゃんこれ。銀色、この金色と、あ、それ影がすごい。あなたが落としたのは金のある。ダメですよ、正直じゃないと。正直じゃないと。両方もらえないですよ。ステッカーをこれ多分お渡ししないと思うんで。はい、ありがとうございます。あ、僕もらいました。僕もらいました。はい。これもらいました。まあ、なんか言われてないですよ。そう。お会いした時に、そうかそうか。お二人からもらおうと思ってて、ずっともらわなかったんですよ。よそで見かけても。あれ、俺のステッカーもないんだ。まだですよ、長田さん。そうですよ。私もステッカー持ってきます。あ、じゃあちょっと待って。ちょっと皆さんにお土産なんですけど、あの中学の時から僕仲いいやつがいて。そいつの奥さんのお兄ちゃんがあの養蜂場やってるらしいんですよ。養蜂場で働いてるらしくて、八ですか。はい。で、はい、そこで作ってるらしいんですけど、蜜ろうってあるじゃないですか。蜜ろうでこうなんか中にちょっと薪みたいなの入れてキャンドルにして、だいたい3時間ぐらい持つらしいんですよ。うーん、じゃあリュウさんも。ありがとうございます。はい。ステマって言われるよ。ステマ大丈夫です、あのお金はいただいてないんで。はい、お金発生してませんので。横の前の日を引いてるの。 あとこれですね。ありがとう。パンフレットをついでに。ありがとうございます。ぜひあのインスタか YouTube とかでもちろん発信します。宣伝をしてあげてください。あとこれもだ。これも行くんですか。中華さんだ。ありがとうございます。これそのやつもらってないような気がする。ちょっとなんかもう太い、うん、太いのが入ってる。なんかほんまにスウェーデン当時みたいにこうなんか、ね、こっちの、あ、そうなんですよ、ね、こう切れ目入って、ほんまにちょっとそれのミニチュアみたいな、はい、感じに。こっちが2時間で、こっちがだいたい3時間ぐらい持つそうなんで、途中であの火を消せばまた使えるみたいな。あ、こっちはこんな、こんな感じですね。あ、こっち大きいけどあれなんや、メイン席広いから燃えるあれが広いからあれなの。もう広がっちゃうらしいですよね。だから3時間なんやね。はい、その分火力が強いんで、お湯ぐらいだったら多分沸かせられる。あ、そうなんですね。はい、すごい。そう、マジさん、私これ、はい、かのちさんがワインが好きだと思って、はい、2年前のオフ会で飲もうと思った時買ったのに飲めなかった2020年バージョンです。2年寝かしたら美味しくなっちゃうはずで、はい、ぜひぜひ飲んでください。ありがとうございます。で、しまちゃんと2人で、あの、あれユニフレーム の, あのペレットストーブがあるとかって言いながらね、よかったよね、鈴木さん今日持ってくるよ持ってくるよとか、あと見れるんだとかね。よいしょ。さっき声が聞こえてたんですけど、何か売れたんですか。いや、もうこれを強引に買って帰ったんですよ。今お金取りに行ってます。これちなみにおいくらで。6号ですね。え、ちなみにメーカーなんていうとこでしたっけ。 HWN22 って。HWN22 これはインスタですよね。インスタですね。で、あのショップもこれで。ああ、こういう写真もあるんですね。いろいろ出てるんで。なるほど。大丈夫、彼女は。こういう鉄板だとか、かっこいいやつ多いですね。鹿とかね、はあ、一応こういう焚き火で埋められてるんで、めっちゃめちゃかっこいいですね。もう売れたって言ってた。今強引に買っちゃいました。彼女は強引に買いました。いや、もうこれいらないでしょ。いやじゃんけんで。今日のじゃんけん体験を見ていいんですか。すごいな。いいですね。アンバーで。あ、色が合うね。ね、こうやってステーブルの上にちょっと置きたかったんですよ。これ置けないから。早速買い物すると思わなかったな。まさか。もうすごい強引じゃったもん。こんな、あの、バラすときは本当にここの一致しましたよ。こんなのでも本当によく考えられてて、これで、あの、焼けたら裏返す。今ですよ。これ横が焼けてなければ横にして。こっちの、いや、部分じゃなかったんですけど。いいですって、いいですって。手で持ってこうやってやる。カレトリックルシー。あれ、これ売りよりも。あ、石代さん。
これこれこれ、ね、これで、ね、贈り物なんですよ。これはこれでいいですよね、うん、これまた夜暗くなってみたらで違うんでしょうね、うん、まあ日が暮れるまで降りないよ、どうぞ。帰り道怖いこれ一応サイズ別に並んでるんですね。すげえ。杉さんが買われたユニフレームの方ですね。薪ストーブ。いや、ほんまっすね。あ、こうなってんだ。へえ。これはストッパーないんですよね、確か。なんもないですね。ズボーンって抜けて、横から風を吸うだけみたいですね。着火剤で着火剤を置いといてって書いてあった書いてあったんですけど、で置いて、着火剤に火つけて、ああなるほど、こっちもう関係ないらしいですよ。プレシートも何もいらんって言ったね。閉じとけば。これも一応横から見えるんですね、炎が。ちょびっと。本当だ。火力調整も何もないですね。やるならここをなんか塞いでとか書いてあった。この辺をそうやって塞いでとか。火力調整はないってことですか。ないですね。ほんとじゃあ空気穴を塞いでなんとか、うん、そうなんとかこういうとこを塞いで、透明ガラスかなんかで塞いでもいいし、こっち側もなんかで塞ぐといいかなって書いてあったんですけ どこれって穴が開いてるんですか。うん、これ開いてますね。穴が開いてるんだ。空気吸ってますね。吸ってのはここと、でこっちのここから吸うのと、あ、その横からもちょっとずつ吸って中に行ってるのか。そうですね。多分すぐファンも回り出すでしょうね。そうですね。なんか350度ぐらいになるって書いてあったんですけど、もうこれ今あったかいですもんね。あ、もうだってもうここであったかい、あったかいですよ。これはあったかいわ。めっちゃ雰囲気やん、これ。ね、ここで座って ね酒を飲みながら、ね、だからそれこそ一酸化炭素中毒の心配ないですね。開けとってもあったかいんだから、ね、あ、そうや。運動していきますか、じゃあ。とりあえず誰かこけて、あ、俺がこけないけどなんだもん。とりあえず一旦自分がやらないけどなんだ。お母さん行った。野良バタビ、あの、フルーツ投げて。向かっていきましょう。あ、ごめん、大丈夫、1個入れ、入れるなら入れとるよ。と、すげえ。これなんかかぶってたり、すごい。ありがとうございます。見たことない。これも入れた方がいいかな。これが一番いるか。これが一番いるか。これが一番いるか。常に木入れた感じ。これ座ればいい。これはいい。あ、おお、やばい。ちょうどいい。おお、上の方が上がったところぐらいの方が綺麗だね。なんかの儀式みたいですね。ねえ。本当なんか儀式みたいな。そうだね、なんか儀式みたいな。なんかの怪しい宗教みたいですね。UFO、UFO よりまして UFO。あ、今、あ、イエスタイプ、上がメッシュのやつね。半分上がメッシュ。あれもなんかよう思えるらしい。
あれ確かに高いですよね、2万4000円ぐらいで。あっちは高いんですか、技術料が入るかもしれない。こっから見る風景最高じゃん。絶対そこが一番特等席やと思う。最高じゃん、ここ、うん、めっちゃあそこまで繋がってますから、ね、それを調べに入っていい、ね、あそこまで繋がってる。この巻き爪の1個小さいやつもあったんだけど、はい、これは何サイズないの。これが M、M サイズ、普通の。ありがとうございます。じゃあ皆さん乾杯でもします。待ってました、その声を。きれいに20年以上しようよ。ノーアルで乾杯させてもらいます。じゃあ皆さん今日は集まっていただいてありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ乾杯しましょう。乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。僕が飲めんのでしたか。見ててすいません。お疲れ様です。お疲れ様です。鈴木さんがそこから離れられる。お疲れ様です。はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。だって8ヶ月ぶりだもん。4月に一緒にやった木だけ3人で仕込みは燃えるよ。何でも言えるだろ。あれアブでやった木だもん。めっちゃ焼却炉やね。で要はあれは解凍したら結構開いたんですね。2年ですよ、2年なんよ。本当に2年。2年できなかったから多分3年あれは大きすぎる。意味ないじゃないですか。で、タムラやったらまた出てきてこうやって。もちもちもちいるかって。もちだけ食べたかった。すみません、いただきます。うめえ。うまいっすね。うまい、ちょうどいいや。あー、お餅美味しかった。倍できんやみんな。写真も動画もと、あの だって動画向こう向いてる。姿の動画も向こう向いてるから。こちらもアルコール垂らして火つけたら。すごいですね、あのこのずっとここでずっとおったら、はい、どん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 熱くなってくるんで、もうダウムの言い出し、ダニムの言い出しも熱くなってきましたよ。とりあえずね、あの脱落したのが2つ。なるほど。練習焚き火台ファイヤーボックスが今脱落しましたので、あとそろそろこれがダメかな、もうチタンの。大丈夫です。また引っ掛かる。上が重たいけど。あんまり混んでないな。ありがとうございます。いただきます。僕もいただきに来ました。はい、ありがとうございます。どんどん置いていかれる。なるほど。お箸とかはありますか。ありますありがとうございます。いただきます。いただきます。ありがとうございます。もう今一本飲んだけど、お酒いいやみたいな。マジですか。マジ、なんで飲まんの。え、ちょっと二日酔いがひどすぎるね。これ行きますか。いいマジか。あ、佐藤さん。は？あのシャーがあるけさ、あの3倍早く言えるかもしれない。焼き鳥上がりました。焼き鳥どうですか。ときりこきこ。お好きな。ちょっとこれ。あれだ、ST のやつ、四角くなるやつだ。あ、これ。あ、僕も持ってますこれ。島ちゃん持ってるやつ。はい。え、じゃあやってくれ。僕ね、毎回これ組み立て方迷うんですよ。あ、なるほど。そう、なんか分かる。偶然うまくいくときだけ。OK か。ありがとうございます。全体的に、うん、よかった。爆発したら福さんのせい。 OK。 責任は取りましょう。PL 法ですね。はい、製造物で。いや、俺製造してない、製造してない。この子は今いい感じですね。こっちの頭がまあまあ焦げたんで、この人も焦げてるし。この4匹いけそうですね。うん、これは。ひろみさん、あの魚どうですか、魚。
魚食べたい、食べたいもんね、あっちのこれあっち、あっちなんで、はい、ちょっと待って、おちっちゃくない、なんかぐるんとなります。でもこれあの骨が取れやすくなる。あ、ぼちぼち帰ります。あ、ありがとうございました。遠いとこどうもありがとうございました。まあ、日頃来よりよろしくお願いします。魚食べます。あ、魚もう焼けとる。それならばいい。鳥のあれを食べました。食べた。やっぱりちょっと酸味があって美味しかった。いいですよ。はい、どうぞ。ちょっとくるんとなってますけど、くるんとなってますが、魚です。あ、ちょいちょいちょい、ちょい、ピンの声で通り聞いてるんだよ。作りがあるんですよ。せっかくあれ焼いてあるんで、たぶん。まだ私はでも、まだ。まだ。サワさんどうぞ。お、サワさんどうぞ。魚。サワさんどうぞ。もらっていいの？はい、どうぞどうぞ。おい。あれあれあれ、はいはい。まるまるじゃん。あかんか。ありがとう、すいません。ありがとうございます。あ、うまい。これはうまい。うまっ。うまいですか。うん、あ、よかった。巻き合わせも上手だ。うめえ。あ、そうだ、俺も3つ。何やったのか、ここまで。なるほどね。まじ開けてるね。まじ開けが怖い。怖い。手つかずですもんね。手つかずでさ。もうお酒が今、やばいしね。これって骨ごと食べれますか。あの、歯が持てば食べれます。なってるけどね。魚も多分うまいと思います。ケツが冷やくないですよ。え、巻き込むそれにする。ケツが冷やくないですよ。うまいですね。よかった。これ、かわらそばじゃないでも一般的。いや、でもかわらそば。山口県のスーパーでやるってこういうかわらそば。はいはい。あったり、あとフグの刺身。道路って景観はすごくいいですね。一気に知り合いで固まるから。なるほど。三つ、うん、まあやばい。今日は降ったのは降ったですけど、オッケー。今は全然残ってないですけど、もう、ね、晴れてきて、あ、そんなことがあるんだ。いや、何バチ。いや、けどね、結局なんかユニフレームと親和性高いわって。このユニクレームの立ち台にぴったりですね。のヘビーロースにね、こう。うわ、ぴったりだ。でもぴったりはまって、さっきあれとかね。で、そのまま置いてて、うん、あ、本当だ、動かない。燃やそうと思った時、あれ、俺これ俺持って帰っちゃうとまずいよ。だってこの下のロストラの倍の値段するんだった。すげえ、ぴったりだ。だってこれだけね、6000円、6000ちょっとぐらいですね。で、下だって3000だもん。でもなんかコツさが違いますね。全然違う、これ作ってるところを動画彼が撮ってて、それ見てて、いや、これ合わなさそうですよね、どう考えても。これどう考えても採算合うのかなっていうようなレベルだったから。これはなんていう焚き火台でしたっけ。これはね、ユニフレームの巻きグリルってやつです。うん、のちっちゃい方ですか。これはノーマルです。真ん中です。真ん中。え、ちっちゃいやつ持ってこなかった、ごめん。でも、真ん中のサイズでちょうどいいぐらいですね。そう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 。ラージはね、あの、変態さんが前持ってて。変態、え、な、あの、フリマで売ったっていう。あれですね。多分ラージもないですよね、確かに。うん、で、生産中止になっちゃったから。え、ラージ生産中止なの。うん、カタログ落ちした。多分採算合わんかったんじゃない。7時ぐらいに酔ったらどんどん声が大きくなるんですよね。あっちは早いでしょ。注意したら余計大きくなるんですよね。もっと先ほど飲ませましょう。あの、激沈するぐらいの。サバイバルゲーム分かってるんですよ。あ、意味、いや、あの時は喋らなかった。丸亀急激にギャスを割れちゃうし。あ、覚えていただいていいですか。あの、あれなんだっけ、カタカナですか。あの、山田さんがあんたにあの熟女に人気があると。水星のスイって書いてさ、赤いですか。赤いやつ。さあ、わ、初めて知ったこれ。へえ。どこの。これ長野県です。へえ。ただ、あの、ベラボーに種類があるんですよ。
ザクはありますよね。あれ絶対浴びるよな。サクって書いてザクって読むやつ、はいはいはい、同じメーカーが出してるとか。いやこれザクは多分和歌山とかそっちの。じゃあザク全然別なんだ。まだあるか。明らかに両方は意識しとるだろうなっていう気がする。そうですよね、うん、明らかそうですよね、うん、でもあ、でもそんな気持ちがなかったっす。配給いただけると聞いたんで、はい、配給制なんですかこれ。みんな並んでこう、皿持って並んじゃうじゃん。あの M まで贅沢は敵ですよ。ありがとうございます。多分こっちの人は食ったことないんじゃないかな。味噌煮込みうどんみたいな。めっちゃ美味しそう。あの八丁味噌で、あったまりそう。あ、でも太いわけじゃないんですね。太くはないんですね、うん、ただ芯が残ってる不思議な麺です。これ使ってないんで、これ使わせて。あ、腰が出始めたね。あ、よかったよかった。雨は大丈夫そう。あ、今日は持ってこなかったんですか。あれ大分影響、うん、ちょっと荷物が無理だったね。あ、あのなんか何十万かなんか高いやつでしょ。38万円の変態望遠鏡。本当に変態望遠鏡。じゃあ鈴木さんいただきます。こんなこういう風になってる。あの上で肉焼いたりするやつ。名前何ユニセラですか。ユニセラとか、はいはい、オプションとかなんかいっぱい出てるじゃないですか。あれなんか集め出したらしょうがないね。大変なことになるね。それを集めた人があの中古に出すとかって言ってフリーマーケットに出す前に、あ、じゃあそれ買うからとかって言ってあの買っていった人がどっかにいるんですけど、誰とは言わないんですけど、僕の知った人で。お前や、お前。俺あのスケーターのメスティも何個買ったか。しまちゃんと。マジっすか。5個ぐらいあるよ。入れましょうかこっちの。緑が3つ、黄色に黒。メスティもある程度こう燃えてる。とりあえずあの。あ、なんか匂う。リンゴでしょ。あれがリンゴですね。へえ。ここまで匂う。うわ、すごい。なんか風向き。ああ、風向きだ。うん。なんか何が匂うんだろうと思った。そうなんや。ちょっと行ってみよう。カレー臭。私のカレー臭。リンゴのカレー臭。ええねそれ。リンゴのカレー臭ってめっちゃ疲れるじゃないですか。すごい。かわいい。なぜかこの体勢でなぜろと。なくしてもいい値段の安いやつを買うかどっちかよ。とても高くてもう我慢するしかない。なくしちゃいけないですね。あ、するするリンゴの匂い。普段あんな感じなんですか。結構すごい。甘えたな。甘えたよ。このままでもいける。あ、そのままでもいけます。ね。このレモンのレモンなんか。え、もう皮ごといけるぞ。